きます。今日の授賞式ファッションショーのステージいかがでしたでしょうか。はい、今日はこうやって初めて受賞した皆さんとお会いできてすごい楽しかったし、すごいよくいい思い出になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次、マイブーム、今ハマっているマイブームなどございますでしょうか。はい、ちょっと前に発売されたポケモンのゲームでアルセウスっていうのがあるんですけど、それを最近誕生日だったのでずっと迷ってたけど買ってもらって、そのストーリーを進めるのにハマっています。ありがとうございます。それでは今後の活動の目標をお願いいたします。はい、私は今ブレイクタイムガールズっていうユニットを組んでいて、そのユニットでいろんな人に知ってもらえたりとか、このダンスや歌のレベルアップをしてたくさんの人を楽しませたいなって思っているのと、女優さんにもなりたいので、その演技の方にも力を入れて頑張りたいと思っています。ありがとうございます。それでは記者の皆様、他に質問ございますでしょうか。他に質問がある方は挙手をお願いいたします。4月から高校生になったと思うんですけど、高校生活で一番頑張りたいと思っていることは何ですか。一番頑張りたいことは、私すごい人見知りしちゃうタイプで、なんか同級生の子とかが特にすごい人見知りで猫かぶっちゃうんですけど、やっぱりいろんな子が話しかけてくれたりするので、その分たくさん喋ってお友達になりたいなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他質問ある方いらっしゃいますでしょうか。先ほど今後の目標で女優演技の方も頑張りたいとおっしゃっていましたが、憧れの女優や目標とする女優さんがいましたら理由とともに教えてください。はい、以前まで本当にそういう女優、特に決まったこの人みたいになりたいっていうのはいなかったんですけど、なんか最近はちょっと思い始めたのは、浜辺美波さんとか橋本環奈さんとか、女優だけじゃなくてそういうバラエティとかに出ても皆さんを楽しませれるよう なんか演技の仕方とかじゃなくて申し訳ないんですけど、そういういろんな多方面でも活躍できるような女優さんになりたいと思っています。SF アワードグランプリ受賞されてから周りからこうなんか反応が変わったとか、こんな声をかけられたというのエピソードがあったら教えてください。はい、この SF アワードグランプリを受賞させていただきましたっていう発信をしたら、すごいたくさんの人からおめでとうのメッセージをいただけてすごい嬉しかったのと、やっぱりそういうのって学校の友達とかにも行き渡ってて、じゃあなんかすごいおちょくられる、制服一番似合うやんみたいな感じですごい話しかけてくれたりとかはしてくれました。はい、ありがとうございます。受賞おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど女優業のお話もありましたけど、なんか具体的にこういう役をやってみたいとかそういうのがありましたら教えていただければと思います。はい、私ってすごいなんか初対面の方とか初めて会った方にはすごい優等生に見えるってよく言っていただけるんですよ。でも全然そんなことなくて、勉強とかもそんなになんか賢くないしあんまりできないんで、そういう演技とかで頭のいい役をして、そういう頭のいい人の考えとかを私が演じてみたいなって思いました。ブレイクタイムガールズで活躍中とのことですが、そのユニットでのこれからの目標などありましたら教えていただきたいです。はい、今はそのユニット5人組なんですけど、大阪を拠点に活動していて、なんか基本は大阪でイベントをすることが多いんですけど、これからいろんな地方とかももっともっといっぱい行って、たくさんの地域の方から愛されるようなすごい大きなグループになりたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。